はい、どうも南国農業人ひろきです。今回はいつもお世話になってますシャロン農園に来てます。そして駅ができたみたいです。シャロン農園駅、ありがとうございます。ぜひね、あの椅子とかもあるので、もうこれでいいっす。厳しい厳しい、ありがとうございます。今回は以前受粉したあてもやが身になったっていうことで、もう収穫ですね。森のアイスクリーム、アイスクリームの工場か。テルタン久々の登場です。あの師匠の友近と今回の永田さん、シャロン農園さん、インスタグラム、フェイスブック、ホームページありますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってください。よろしくお願いします。それでは収穫作業をしたいと思います。ではではでは、おお、あ、鳴ってます、あてもや。色がね、はい、ちょっとなってきたから、もうここからおお、すごい。え、このままかじれるんですかね。ノーコメント。これがね、まだね、こっから少し追熟して柔らかくなる。そうそう、あ、追熟するんですね。この間がもうだいたい黄緑、あ、この色とか鱗の、そう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 ね、はい。何日ぐらい、これでだいたい1週間ぐらいですか。じゃあちょうどいいですね、収穫して東京に4日間、うんうんうん、ね、関東とかに送るんだったら、ね、これまだ今からのやつもこれまだですか。あ、これも、あ、これもいいね。でかいですね。よし、うん、ここはちょっとまだまだなんだよね。来月ぐらいな感じですか。あ、本当だ、ちょっと小さいですね。ちょっと、あ、本当だ、小さいし、色も、こうやって見ると色が全然違いますね。ね、なんか濃い緑、ね、そうそうそう、そう、ね、まだちょっと全然違う。受粉が遅くて、ここよくない。金魚さん見てるからね。隣の、はい、これアボカドの、つぼみね、アボカドの木です。でかい、大きいですね。まだみかん豊作です。食べに来てください。ちなみに元気やな。うわ、すごい。すげえ。あ、本当だ、以前かわいい、このサイズ結構かわいいサイズ。お、もう以前より全然です ね、来月ぐらいには。意外にこれ食感がいいよ ね。俺食べたことないんですよ、梨みたいなね。これもあてもやなんだけど、ちょっとまだ、はい、あ、できてますね。大きい、ここら辺の大きいですね。サイズだな、これすげえ。今の何個ぐらいの大きい、これもちょっと太そうだね、これぐらいかな、まさか。やおー、美味しそう。何個ぐらいあったの、ちょっとある、いや、届けるか、これまだ、これがもう少しだね、やっぱその緑加減で見るんですね。うん、このあてもや自体は時期はいつぐらいまでなんですか。
時期は、はい、もしかすると3月ぐらいまでは3月いっぱい、うん、残ってるかもしれないね。ああ、ね、よし、はい、おすごい、あこれこれでかい、一番でかいです。じゃあいいかも、ね、これも今食べるそうじゃない。ねえ、これはあと少しだ、ね、あっちも怪しいのがある。すごいな、これぐらいかな。結構取れるね。うん、十分じゃないですか。これぐらいだね。よし、オッケー。いいっすね、いいっすね。こっちだな。ちょっと柔らかくなって。これいつ取ったやつだっけ？月曜日ぐらいだったっけ？そうっすよね。うん、何月？何日ですか？今日が水だから2日目で、ちょっと取った時もちょっと柔らかかったんだよね、うん、でもうだいぶ今汁も出たり、はい、ちょっと柔らかいから、本当はこれぐらいで冷やして、はい、冷蔵庫に、あ、そう、冷やして切って食べるみたいな、はい、これがまだもうちょっとかなと思うけど、うん、まあ、ちょっと食べてみて、いいぞ、柔らかくなってるね、種が結構入ってるよね、うん、このまま半分の位置で、よいしょ、あ、懐かしいこのあてもやの匂い、1年ぶりですね、うん、よいしょ、よいしょ、あ、めっちゃいい匂いもうなんか砂糖の匂いですいや懐かしいな、うん、え、こんな結構柔らかいね、食べ頃って、そうそうそう、だいぶ、いや香りが好きだね、冷やしてないけど、うん、香りが好きなんだよね、あてもやもね、この種植えたらあてもやになるんかな、あ、出てくるね、気になるの、うん、いただきます、はい、うん、うん、フルーティーな砂糖だね、うん、あ、甘いわ、フルーティーな砂糖、フルーティーな甘さだね、でもやっぱね、砂糖っていうか相当甘いってことで糖度がね、うん、やってるところですね、うん、懐かしいね、うん、なんか砂糖の塊なんだけど、うん、果物だよね、うん、これ冷やしたら本当にアイスクリームだよね、うん、うん、本当に今この種の周りもかじりたいけど、うん、うん、いただきます、うん、幸せ、あ、中田さんなんかわいい自分で作ったやつがねこうやって食べれる瞬間ってすごいですよね、苦労して一口目入れた瞬間ふわって広がるあてもやの香りがね、うん、すべてテレビに言われちゃいました。でもね、なんか自分で受粉したって思うと、うん、会話あったなっていう。うん、これで通るんですね。うん。うん。20度がある。いい感じ。これ多分見えないでしょ、カメラ。20度。本当本当。19、20の間ぐらい。ああ、じゃあ20度ってすごいですね。あます、うまっありがとうございます、久々に食べました、美味しいです、この時期の果物としてはうまっ、これ冷やしてたらやばいですね、さらにね、そうね、冷やしたらアイスクリームで食べます、うん、タレがほとんどないやつ、本当にうまい、美味しいですよね、美味しいです、贅沢ですね、本当、至福の、うん、
ちなみに全国発送もしてますので、シャロンの皆さん、ご説明ありがとうございます。で3月までということなので、ぜひ食べられてください。美味しいね、うん、圧倒的に。お疲れ様でした。あの与論島さんの生姜が手に入ったので、おおすごい、とそれと蜂蜜と、そう与論島さんの生姜、与論島さんの蜂蜜、与論島さんのみかん、はい、ユンヌ生姜よね、はい、これが蜂蜜ですか。与論島さんのなんか今日買ってきたんですけど、うん、なんか、あ、分かる分かる分かる、はい、なんかうちにも置いてるのであ、ほんまですか。うん、じゃあ今度買い行こう、うん、蜂蜜好きだ。ちょ石方も取ってきたので、うんうん、なんだったら絞っていただいて、え、だからすげえ、匂いはどんな感じなんですか。甘い匂い、僕が食レポでいいんですか、はい、いい香りですよ、うん、まあ、でも蜂蜜が甘いのと、でも生姜の香りもするし、うんうん、表現下手なんですけど、よかったらどうぞ。わあ、すっげえいい香りこれ。うん、喉に良さそうな香りがするわ。いただきます。どうぞどうぞ。あ、すげえ。おお、しみる。あっちゃー、やっべえこれ。もしよかったら、かあの石からでも絞っていただいて、取ってきたばかりなので。でかいですね、お召し方。そうなん、上の方にあったのが、頑張って取りました、うん、こ、ありがとうございます。猫舌なんだよ、まさかの出身です。熱い。いや、めっちゃビビりすぎやない。ああ、美味しいね。またね、これ風味が変わってくるんですよ、うん、なんかね、すげえ。そしてふと思いついて、うん、美味しい。甘みとかないから足してくださいね、置いてるので。うまっ、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。森のアイスクリームあてもや、すごい美味しかったです、ありがとうございます。そして永田さんのユンヌ生姜、ユンヌ生姜でもユンヌ生姜です、すごい、絶対体にいいやつ。ともゆきやかの方からよろしくお願いします。インスタ、フェイスブック、ホームページやってますので、またよろしくお願いします。登録してください。ぜひ見てみてください。そしてなんとマンゴー師匠てるたんが YouTube をしてます。イエーイ、アンマフチャンネル、てるたんのアンマフチャンネル、よろしくお願いします。そちらの方もぜひ見てみてください。それではまた次回の動画で、バイバイ。